こんにちは。今回はこちらです。愛宕の松の純米吟醸です。醸造元は宮城県は大崎市新沢醸造店です。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹、精米倍は 55%、 アルコール度数は15度というふうになっています。こうですね。じゃあ早速いただいていきます。すでに開栓してですね、ちょっといただいちゃってるんですね。映るかな。トクトクと。じゃあ順番に報告しますね。まず香りからです。非常に穏やかですね。グラスに、グラスというかぐい飲みに鼻を近づけてもほとんど匂いは感じません。実際に口に含みます。口に含むとですね、非常にこう華やかな風味ですね、香りというか、風味といった方がいいかもしれないんですが、米の甘みとですね乗っかって、華やかな風味というのが口に広がります。フルーティーというよりはお花のような感じですかね。ここまでいただいている宮城のお酒、ずっとこう強調してるんですけれども、米の甘みがすごい強く出てるんですね。甘みと旨みですよね。だからね、味がすごく濃いんですよね。で、いわゆる日本酒らしさっていうのはあまりないですね。もうちょっと言うと酒っぽさはあんまりないですね。美味しいですね。で、粘性は、極めて低めと言っていいと思いますね。いただく温度によってもね、やっぱり変わると思うんですけど、要冷蔵5度からマイナス5度っていうのに私はちゃんと従ってですね、今なので周りがこう水滴がついてると思うんですけど、かなり冷やした状態でいただいてるからというのもあるかもしれないんですが、あんまりこうねっとりした感じはないんですね。なので指示に従った温度でいただくと、そういう感じというふうになりますね。で、アルコール感結構高めなんですよ。さっきお酒っぽくないっていう話はしたんですけれども、一方で、それは口に入れた時の話で、飲み込むとやっぱりブワーってですね、熱気のようなものが上がってきますので、それがね結構強めですね。ちょっと重複するんですが、やっぱり特性としては米の旨み甘みを前面に出して、で、一方でお花のような華やかさですよね、そういった飲みやすい風味が感じられますので、これは多分日本酒に抵抗感がある人でも美味しくいただけると思いますね。本当に素晴らしいと思います。で、あとは味わいとはもう関係ない話になりますけれども、新沢醸造店さんは割と私の生活圏だとどちらかというと白楽星の方が多分認知度は高いかなと思うんですね。なのでひょっとしたら白楽星をねご存知っていうご賞いただいている方も多くいらっしゃると思うんですけれども、こちらの愛宕の松もですね、今回私初めていただきましたけど非常に美味しいですね。素晴らしいお酒だと思います。はい、といったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いします。